本日は LGL2018 サマースピットファイナルの模様をお送りしております。デトネーションおかすみ VS アンソールドスタッフゲーミング、ここで勝ったチームが優勝となるわけです。そしてリーチをかけているのはデトネーションフォーカスミアンソールドスタッフゲーミングは追い詰められています。なんとかしてここから2勝返したいところです。そんな中でフォーカスミーがサイドの選択権を持っていてブルーサイドを選択したというのがちょっと気になるポイントですよね。ここまでゲーム1レッドサイドを選択してたわけですからね。さらに USG もレッドサイドを選択していた。ここでのフォーカスミーの読みとしては USG がバンニアドラフトの流れを変えてくるだろうという読みだと思うんですよね。ゲーム2見ても分かる通りやはりミッドレーンのセロス選手のハイマーディンガー、そして1試合目ではジグスといったところ、さらには、エビ選手のカミールと、この3体がかなり厄介だったということでそこをバンしてくるだろうと。であるならばメタチャンピオンがブルーサイドファーストピック取れると。ああなるほど、今の流行りの、そうですね、今だとアカリはこのシリーズ出てはないですが、アカリ、そしてアーゴットといったところ、あとはサポートだとブラウムやタムケンチといったチャンピオンが開くかもしれない。そういったそれらのチャンピオン、フォーカスミーは必ず準備していると思いますから、ドラフト構成のところでアドバンテージが取れるだろうというふうな読みだと思いますね。エビも言っていましたからね、デトネーションフォーカスミーの強みはエビとスティールが強いから強い。いやこの試合さっきの試合もそうでしたからね。そうなんですよね。さあそのドラフト注目して見ていきましょう。デトネーションおかすみはやはり変えません。そしてアンソルドスタッフゲーミング変えました、カミール・バンです。まあそうですよね。ブラウムはただし変えていない。あと一枠アーゴット・タムケンチどちらかが来ますが、もしくはフォーカスミーがここでバンするのもありますが、まあバンしないでしょうね。グラガス、そうですね、やはりタッセル選手へのターゲットというのは変えないですね。そしてアーゴット、これで何が開きましたか。タムケンチが開きました。そして取りました。でここに対して USG はトリスターナスレッシュというコンボをボットレーンで作り出すのか。作りましたね、スレッシュ。おっ、ただザック早めに抑えましたね。ただちょっとアンソルドスタッフゲーミング追い詰められている中でも笑顔が見て取れますね。ここちょっと面白いですね。こういった苦しい状況の中で、表情だけでもにこやかにできるとそれだけでもリラックスできますから、そういったところを USG を意識して取り組んでいるということになりますね。ただハイマーディンガーを早めに抑えますか。バンされるだろうという予測のもとですか。であとはエビ選手のカミールが抑えられた中で何を出していくのかですね。トップタムケンチでどうですか。なるほど確かにありえますね、エビなら。そしてここそうなるならジャングルを抑えておくというところがいいです。お、カイザー、これただトリスターナ当てられますよ。そうですよね、ここトリスターナだと思いますね。さあカイザーを先に出してベインでレイトゲームのキャリー勝負挑んでいきますか。キャップスリスペクト、スレッシュベインのところのシングルターゲットのダメージは相当大きいですが、アーリーゲームから仕掛けていきますか。おお、なるほど。ただカリスタ VS カイサどうなんですか。アーリーゲームはカリスタの方が有利です。カイサが怖いても完成する2つ完成する前までのところで言うと圧倒的にカリスタが有利であるのは間違いないですね。ということはこれまたしてもガン5で勝負すると。そうなりますね。ただ先ほどまでとは違うのはパースパイクが非常に速いということですね。カリスタはプレスアタックと王剣という選択を、もしくはリサルテンポと王剣ですが、はい、つまりパースのコアアイテムが完成した時点、もしくはレベル6というタイミングがもうパースパイクになりますから、そこから仕掛けていくことができる。さらには今回エンティ選手はスレッシュでイグナイトを選択すると思いますから、バースダメージは非常に高い。そしてフォーカスミーはそのボットレーンのプレッシャーといったところを生かすためのミッドレーンガリア選手がロームするマルザハールをバンしていったというのはちょっと面白いですね。これガリオもバンするんじゃないですか。可能性は十分あると思いますね。まずはノクターン、そしてマルザハール、アンソルドスタッフゲーミングもこれがラストバンです。何をバンするか。セジワニですかね。あ、トランドルにしますか。トランドルをバン、そしてラストバン、ガリオバンなのか、それともトップのアパメン選手オーンのチャン、オーンをバンするのか。
でもエンゲージはもうザックがいますよ。十分ありますからね。安尾ミッドのガリアル選手のピックをかなり警戒してますね。ただこれマルザハールバンされるんだったらトゥイステッドフェイト出してもいいと思うんですけどね。ハイマーディング相手であればロームスチャンスというのは出てきますからね。イデリア、なるほど。ただどっちかは分かりませんよ。ただロックの可能性の方が高いかなと思いますね。そしてエビ選手がどうするのかですが、先に出さなくてはいけません。ナーでレンプーシャー出してという形ですね。ナーロッキー、そしてラストピックポッピー、あっジャングルポッピーですね。ザックジャングルにポッピーは刺さりますね。E が W で打ち落とされますし、さらにアルティメット方法もありますから、はい、ドカウンターと言っていいですよね。ドカウンターですね。そしてラストピック8ロックスなのか。かなり パワースパイクの速い構成になりますが、ガングプランクで支えるという形ですか。これでガングプランクがトップレーン、イレリアミッドレーンです。そしてデザネーションアカスミはジャングル、これポッピーになるでしょう。ジャングルポッピーって今実際どうなんですか。その EU の方ではサポートなんかでも使われてたりもしますけど。そうですね、トップレーン以外で使うんであればサポートよりもジャングルの方が適性は高いかなという感じがしますね。サポートはユーティリティというところがちょっとあまり強くはないので、レーンのプッシュの補佐といったところも難しいですからね。ジャングルであれば Q が AOE ダメージであると、ただ、ね、E がシングルターゲットのバーストダメージがあるということで、ラプターを狩るのもさらにはグロンプを狩るのも、まあ、苦にしないというところでジャングルの回るスピードはある程度確保できますし、ただ、ね、この場合やはりザックのカウンターという要素が大きいですね。ザックの、カリスタもです。あ、そうですね、カリスタのセフも W で止められます、はい、イレリアも止められますね、Q を。あ、確かにスレッシュのフックからの追撃も止められます。つまりは4体のブリンクに対してカウンターが取れるということで、スティル選手のポッピーただ1人で相当な相手の UTT を阻害できるということになりますね、はい、どうしましょうか。まあ、ただやはり USG としてはもう狙いは、はい、ボットを中心としたパースパイクの速いスノーボールな構成ですから、ミッドからボットにかけてのプレッシャーというのは必ず作らなければならないと。その際アパメン選手が使うガングプランクはどれだけアルティメットなどで補佐できるか、つまり自身のレーンにガングプランクのアルティメットは使いたくないんですね。アルティメットはそのミッドやボットのところのアクションに対して使って確実にキルを取る、そしてそれでゴールドを稼ぐといったところを狙っていきたいですね。さあ始まりました LGL2010 サバースプリットファイナルゲーム3、デトネーションオカスミー VS アンソールドスタッフゲーミングの試合スタートです。いや、やはりあと1勝でオカスミー優勝、ファンも熱気がこもってますね。さあこれで勝てば王座奪還、4度逃した優勝を取ることができます。デトネーションホーカスミー、そして WCS 層世界戦へのチケット切符を手にすることができるわけです。これスティール選手がプレデターですね。通常ジャングルポッピーはアフターショックであることが多いのですが、プレデターとなるとブーツを買ってからのガンクプレッシャーが非常に高いです。さらにはポッピーはいいのガンクのセットアップといったところがやはり強力ではありますから、特にトップレーンやボットレーンに対して刺さりますからね。ポッピーってガンク強いんですか。ですね、まあ、壁ドンができればではあるんですよ、はい、もちろんですから、ミッドへのガンクのプレッシャーが非常に弱いんですよ、ね、一方でトップやボットであれば、まあ、壁がありますから行えないこともないと。だからプレデターでそれを強化するということですね。なんでしょう、私のイメージだとですね、カウンタージャングルが強いと、まあ、ジャングル内での戦闘は強いですね。そこかしこに壁がありますからねいうのがイメージだったんですけど、プレただその場合だとやはりアフターショックであることが多いと思うんですが、プレデターですからね、どう動きますかね。ただまあスティールですから。そしてタッスルもちょっと面白いルートの選択です。今まではフルクリア、片方サイドのフルクリアからレベル6ラッシュというのを目指すことが多かったんですが、ど
これもフルクリアですね。そして、フルクリアした際にボットサイド側にポジションを取りたいという形のルートですね。この後クルーブを勝ってレッドブルーっていうルートですか。レッドブルーグロンプになりますね。この回り方ってスカトルどうするんですか。スカトルのコントロールは考えてないようですね。考えていない。はい、ここちょっとやはりチェックいけないですからね。そのレベルの上昇レベル4を急いで、レベル5ですかね、 E のレベルが3になるタイミングといったところを急いでミッドガンク、そしてボットガンク考えているということになりますね。スティールがただトップレーンへピョンピョンで2段ジャンプ成功。レベル3000のアパメンに対してレベル2のエビが張り付きます。そこに対していやー綺麗に焦がす。ただスライムパンチはフラッシュで避けています。そしてアパメンにフォーカス、エビメガナートを叩く一発タルノ、いやダメージはありません。そしてフラッシュアウト生き延びた。ファーストブラッドエビ、いや本当にタッスル選手の Q を避けていなければフォーカスミーは負けていたんですが、フラッシュアウト見事でしたね。さらにはこれガリアル選手テレポートキャンセルさせられてしまいましたかね。なるほど、セロスが止めたと。クールダウンを見るとガリアル選手自らが止めたように見えますが、ここトップレーンエビ選手のスノーボールが始まるというのは大きいですが、ただアパメン選手も非常にうまくコントロールしましたけどね。リプレイです。ここの樽のダメージが2人に対して入ってかなり大量のダメージになったんですよね。あ、次さ今キャンセルしなければスタンで止められてましたから、クールダウンの長さを考えるとキャンセル見事でしたね。一方でやはりここのタス選手の球をステール選手がフラッシュアウトしたというところが大きかったですね。さあこれでトップレーンの有利を築きました。デトネーションフォーカスミー、それに対してボットレーンほとんどイーブンですね。そうなりますね。まあただ勝たせてきてからですよね。そうなってくると思いますね。そこでパースパイクの差といったところに現れてきますからね。ユタポンはこれカイサは今ストームレイザーファーストでまずは行きますか。全体的にちょっと物理ダメージが多いですから、はい、どうしますかね。チームによってはそのダメージのバランスを考えてグインソーからナッシャーズトゥース AP 魔法ダメージが出るビルドにするチームもあります。バランスを考えると魔法ダメージにしても面白いかなと思いますが、セロス選手のハラスとのバランスを考えて AD というのも十分考えられますし、さらにはストームレーザーからのビルドの方がパスパイクが早いんですよね。あ、なるほど。グインソーとナッシャーのビルドと比べるとストームレーザーからグインソーに行くビルドの方が Q の進化が早くするので、そういった部分でパスパイクは若干ですが AD ビルドの方が早い。そして今回 USG がパスパイクが早い構成なので、それに追いつくためにストームレーザーをファーストに選択する可能性の方が高いかなと思いますね。さあそしてタッスルは現在レベル5、まだバフがある、そういった時間です。ミッドのガリアル選手をスノーボールさせたいですよね。ただそれでももう一度トップレーンへ。ただここもワードがあります。そしてカウンターを狙っている、いやピョンピョンで避ける、スライムジャンプ、さらにはスライムパンチすらも避ける。1対2で押し返していくエビ、いやそんなバカな、強すぎる強すぎる。どういう今本当にアバメン選手が、タッスル選手をカバーしなければタッスル選手倒されてましたねフラッシュないんですよ、そしてタッスル選手はフラッシュがないエビ選手を狙ってトップレーンのコントロールを取り返そうとしたんですが、取り返されましたね。されましたね。さらにこれスティール選手ワードに移ってないですね。ワードに移らないルートを通りましたね。さあそしてこれでタッスルは移りませんでした。スクライアブルームでクルーグがあることはチェックできたでしょう。ここのワードに移ります。そしてユタポン選手はストームレーザーファーストアイテムではなくてグインソーがファーストアイテムなんですね。そして一方ガンゴ選手はやはりオーケン、ボットレーン、ガンゴ選手はレベル6を一つ高いに USD としてはプレッシャーを与えるレーンをトップレーンからボットレーンに切り替えていくということになりそうですかね。ただもうすでにトップサイドの2番にデトネーションオーガスミのコントロールワードが3つありますよ。いやガ
リアルの体力が一瞬にしてなくなりました。リコールさせられます。またしてもエビ 1V2 1V2 だぞ。メガナ、ここでメガが途切れましたが、タッスルが頑固に行けばエビに体力を削られて、そしてスティールにカウンタージャングルされる。いや、さらにはですよ、今2回そのコントロールワードを壊そうとしてるんですよ、タッスル選手が。しかし壊せてないんですよね。150ゴールドじゃ守ったと。そうなります。ガリアル選手としてはファージから行くのではなくシーンから行くことによってキルプレッシャーを生み出そうという選択を取っています。ただやはり今のところを見てもセロ選手に E がイデリアの E が当たらないとキルが取れないという中で、セロ選手靴買ってないんですよね。いつも通りですね、ビルドはダークシール3つ、靴なしで対応できるという判断ですか。できるんでしょうね。まあ、避け続けなければなりません。非常に難しいタスクを背負っているのは間違いないですから、ここをカリア選手としては狙っていきたいですね。ただもうすでにストップウォッチがありますよ。ここ一度使わせてからと。これ映ってないんですね。映ってないですね。本当に少し奥にというシーン。インスタン、また避けた。ただスライムジャンプ当たっている。そしてスライムパンチはここでストップウォッチ発動。これでまずストップウォッチ使わせましたから非常にいい動きですね。これを2度3度と繰り返していかなければならないと。ただし繰り返す時間があるかどうかですね。これもうトップレーンでエビ選手が凄まじいプレッシャーをかけていて、さらにスティール選手が、いや、その通路を塞ぎます。レッドバフのコントロールですね。入りはいけませんよ。これはレッドバフをすでに持っています。スティール、スマイトも上がっている。さあ終わった後は1レベル差が生まれた。戦えない、体力が減りません。 USG としてはそろそろボットレーンにフォーカスを変えてもいいと思うんですが、ここですよね。そうですね、レベル6になってやはりガンゴ選手とエンティ選手がボットレーンプレッシャーをかけることが可能になりましたから、さらにはやはりサマナスペルの差が大きくあります。テポ選手はテレポートである一方でガンゴ選手はヒール、さらにエンティ選手はイグナイトと、さらにはガーディアンのシールドがありますから、ダメージのトレードは圧倒的に USG が2対2のところで有利なんですよね。そこを USG としては生かしていって、さらにはボットサイドのコントロールワード量、そして視界のコントロール、 USG が完全に上回ってますから、ここを生かさない手はないですね。タワーだけではなくて切るまでつなげるような流れが理想ですね。ただインファーナルドレーク、これなら十分じゃないですか。十分ですね。切るよりもひょっとしたら美味しい可能性はあります。パワースパイクという点でやはり相手の方が上回って、レートゲームは上回ってますから、そこをこのインファーナルドレークの 8% の AD と AP の上昇でカバーできるというところになれば大きいですね。まあ、できれば1つだけではなくて今後の2つインファナルというか枠とベストですが、僕の経験上こういう重要な試合の時ってインファナルが3連続とか来るんですよ。僕もその印象はありますけどね。ネクストはインファナルです。そして次のインファナルドレイクは16分に分けます。まだまだ USG が強い時間帯ですから、これ USG としてはこのドラゴンのコントロールという流れでゲームペースを取り返していく可能性は十分ありますね。さあ USG 重要なインファナルドレイクを早い時間帯で獲得しました。後半になればなるほど上昇率というのは上がっていきます。そしてリフトヘラルド獲得したのはデトネーションフォーカスミー。これトップレーンヘラルド使いますね。さあ A 召開始。これはアパメンは CC がないので止められません。そしてエビはダイブから一度フォーカスをずらしつつメガゲージも完璧にコントロールしています。さあこれでファーストタワー獲得、デトネーションをコスミ、そして遅れてアンソルドスタッフゲーミング、ボットレンのアウタータワー獲得です。ファーストタワーボーナスはデトネーションフォーカスミーが獲得しました。そしてタッスの位置は上がっているメガナ、ただレッツバウンス、これはうまい。さあスタンにはかかっていない、今ようやくスタンにはかかりましたがレッツはしません。タッスル、これに対してセロ選手をミッドプッシュしてトップサイドに寄るような動き見せてましたからね。USG はただトップサイドのケアをしていたんですが先にタワーを破壊されてしまったというところがどう響くかです。ゴールドのところでガングプランクが700ゴールドも差つけられてしまってますからね。さらにはジャンクの差も大きいですね。あと気になっているのはミッドレーンかなりゴールド持ってますね。入りたいですね。テレポートがまだ上がらないというところですが、これ帰れば
トゥエンティフォースはそれは全て手ではないにしろ変えますか。ファージとあとブーツが変えるというのも大きいですけどね。2340ぐらいだったはずなんで、シーンから若干足りないぐらいですかね。フラッシュイン、フラッシュアウトを選択しました。いや、これはフラッシュアウトだけですね。フラッシュインはしていなかったようです。そしてボットレーンからデトレーションを起こすに一気にミッドレーンにグループアップ。これガングプランクアルティメット使わないと破壊されてしまいますが、一斉砲撃はいや使わない。これもうとなるとですね、はい、ガンゴ選手とエンティ選手のこの少数戦のところでゲームを動かそうという狙いだと思います。ミッドのファーストタワーを守るためにアルティメットを使わされるというところを嫌いましたね。ここからもうキルを取っていくと。そうなりますね。そしてそのキルのためにやっぱメイン選手はアルティメットを使っていくということですね。さあ動かさなくてはこのファーストタワーを渡した意味がなくなってしまいます。ただ少数戦もしくはそういったそのガンゴのアルティメットからですよね。アルティメットからキルを狙う際ポジションというのが非常に大事になってきます。どのあたりでキルを起こすもしくは仕掛けるというのがいいんでしょう。そうですね、やはりミッド周辺からトップのファーストタワーを降りたい。ミッドのファーストとトップのファーストがまだ残ってますから、このサイドでのアクションといったところが USD としては狙いになりますかね。あとはやはり、まあ、今バージとシーンを持っているイゲリアの近くと考えるとミッドからボットにかけてになりますね。そしてその視界伸ばした方向はミッドからボットレーンにかけてです。ガングプランクのダメージというのはやはりまだここの段階では出ませんから、それを考えるとやはりミッドからボットにかけてっていうのが狙いになりますかね。ただトップレーンへと移動しますよ。おっとエビオン狙いになる。いやこれはスカトルのコントロールだったようですね。ただこの USD の中盤 その少数戦を作っていく狙いというところに対してビビット選手が使うタムケンチが相当な邪魔になると思いますが、一人助け出ますからね。さらにはアルティメットですぐさまカバーもできますから、それを考えるとビビット選手に対してプレッシャーかけていくという選択は必ず取りたいですね。というかビビットを捕まえたいですか。そうですね、それが理想ですね。この状況であれば先ほどもそうだったんですが、ハイマーディンがサイドレーン出されると、うん、やはりこういった形でレーンのコントロール取れませんから、そこを USD としては生かしたいですね。先ほどはちょっと生かしきることはできませんでしたが、セロス15分ブーツなしストップウォッチを使うためにゾーニャラッシュですね、はい、これガンク来たら大丈夫なんですかね。足遅すぎて逃げられないみたいな。いやもう反転するつもりだと思いますよ。あもうタレット軍をうまく生かしてあの男気のあるビルドというか戦い方というか。ごめんなさい、ここも仕掛けたスタン入ったが、ここはセロスがうまくスタンで返した。さらにはビビット選手もボットサイド側にポジションを取っていることがガリオ選手は分かってますから、ちょっとオールインはいけないですね。さあボットナウターを取りに動いています。デトネーションフォーカスに、それに対してアンソルドスタッフゲーミング、パスするとエンティが寄っています。一度下がりました。来ましたよレバルさん、30秒でインファーナルドレイクです。ここは USD としては勝負必ず取りたい、ポイントになりますね。それに対してフォーカスミーとしてはまだやはりパースパイクを迎えているわけではないので、渡す判断も十分可能だと思いますが、ただ2スタックはまずいですよね。しかしせめてこのセロス選手がポジションを取れていれば、オブジェクトの前にポジションが取れていればタレット軍によってかなり有利な戦闘を行えるんですが、取れてないですから諦めるしかないですね。渡す判断です。さあこれでゆっくりゲームをやったとしてもアンソルドスタッフゲーミングかなり楽になります。 16% の攻撃力と魔力の上昇というのは大きいですね。アイテムのコストパフォーマンスをぐっと高めるわけですから、となるとダメージエリアが3人いる USG にとっての恩恵というのは非常に大きいですね。ネクストドレイクはオーシャンドレイクでした。さあ1-3-1のような形をずっと続けています USG。
ただバロンが湧いてしまうとやはりバロン周辺のところをケアしなければならなくなりますから、 USG としてはバロンが湧く前に何かしらやはり一つアクションを起こしたいですよね。アパメン選手がミッドのファーストタワーを守るためにアルティメットを使わなかったんですが、そのそれ以降何かしらアクションが自分たちが起こせたかというと起こせてはないですから、ちょっと USG としてはプランどおりの戦い方はできてないですね。さあもうバロン周辺の視界ちょっと気にし始めています。そしてボットレーンにスティール、これでフリータワー、さらには船旅、アパメンよく逃げていました。カウンターでミッドのファーストは USG は取るしかないですね。テレポを取れたら守りに入ります。だいぶを狙ってもいいと思いますが、アパメンがかわした分このミッドタワーは取りたいところ。ただデトネーションをかすみもプレッシャーをかけます。 USG はそのままトップのファーストへとスライドするような流れですね。ただイデリア1人で取れるかどうか、トリニティフォースはできていますが、フルに回してますね。そうですね、シーンのスタックをフルに回してますが、やはりそれでも削れても半分ですね。さあここで下がります。ただ一度削ることは成功しましたから、次何かあれば壊すことまでつながるでしょう。ただ先にフォーカスミー、パワースパイクが遅い側のフォーカスミーが全てのファーストターを先に破壊するという流れまで持っていってますね。ただですよ、19分で1200ゴールドしか差がないんですよ。そうですね、まあ、ドレイクのバフの分も考えるとイーブンに近いような状況になっているのは間違いない中で、ただやはりカイサのパワースパイクといったところはかなり強力ですから、そこまで順調にファームさせてしまっているというところはどうなるかですね。これガンゴ選手が 30CS 差近くイダボン選手に対してつけているように見えます。これ、はい、実際はガンゴ選手の CS が凄まじいだけであって、19分で 200CS を取っているユタポン選手も十分すごいんですよね。十分すごいんですね。ただそれ以上にガンゴ選手がファームをかなり重なっているという状況ですよね。集めてますからね。彼がやはり狙いはハリケーンですかね。ただハリケーン完成して、あーでも2人そうですね、巻き込んでの AOECC も豊富ですから、ハリケーン完成した時のダメージ量というのは非常に大きいのは間違いないですね。いやースティールがまたしてもタスルを妨害。あとは USG はこのカリスタというチャンピオン、まあ、アリゲーム強いだけではなくてバロンのコントロールも得意ですから、スニークバロンのプレッシャーというのも生かしていきたいですね。さあもう一度ミッドレーンへ。これは先ほどタワーを削ったので壊すことに成功します USG。 さあこれでタワー1本返しました。ここでリコールしてガンゴ選手がハリケーンできるかどうかですが、1800ゴールドありますからできますね。ちょっとリコールが今妨害されたように見て取れます。これでバロン周りでの集団戦、まだ USG の方が強いような状況になりますが、イタポン選手も加えても立ってきましたね。グインソーナッシャー完成。そしてエビはブラック、クローノ。そしてスティールは一応鎧を一つ購入はしてはいますが、シンダーハルクと忍者旅という状況です。多めに行くようですかね。いや、ワイルメールだけ買ってヘルスジェム買いましたね。どうしますかね、まあ、選択肢としてはビサージュであったり、あとは騎士の誓いなどもありますが、ワーモグ、そういった可能性も十分ありますよね。まあヘルスジェムはいろんな素材になりますから、クルタン 10% 欲しかったというのもありそうですけどね。でガリア選手はウィッツエンドですかね。そのようですね。ボートネガトロンを購入しています。さらにはかなりコントロールワード全体的に USG 買いましたから、何かしらのアクションを狙っているのは間違いないですね。デトネーションオーカスミも大量に購入しているんですよね。アパメンはこれは業務になるでしょう。先ほどリコール妨害したことによってフォーカスミーの方がまあレーンのテンポを取れているということで、先にプッシュしてワードを置きに行く動きが可能になります。ここにコントロールワードも加わるわけですから、視界のコントロール一気にフォーカスミーが有利に進められますね。そしてそこを USG としては捕まえていきたいところですが、ただ触ってもおかしくないですよ。
なんといっても快挙ですからね。さらにそこにハイマーディンガーも加わってますから、フォーカスミンサイドのバロン早いですよね。チョガスがなぜいないんだっていういたらそっちの方が取れてそうですよね。さあボットレーンから一旦アパメンが離れてミッドレーンでファームをしています。かなりバランサイドのケア意識してますね。それに対してエビは一度プッシュしてからになるでしょう。いやースティールの位置ずっと警戒しているタッスル。トップサイドでのバロン周辺での視界のコントロール、人数のアドバンテージは USD サイドが持っているんですが、そのアドバンテージを持ってしても視界取り返されていないというのはかなり大きいですね。その分だけエビ選手がボットレーンでのプレッシャーといったところを生み出せますから、この後先にフォーカスミがテンポを取ってマッププレッシャーを作り出せますね。船旅いったボットレーンへアパメン狙いだ。ただタル、いやー綺麗にフラッシュアウト。2人にタルを当てたことによって追撃させませんでした。見事でしたね。ボットサイドに3人いるのが分かってますから USD はそうですね。さあそしてトップレーンへ、ただスタンからタレット3つ痛すぎる。タッフ選手としては、まあ、アルティメットを使わせていますから御の字ではありますよね。さあオーシャンドレイク獲得、デドネーションオーカスミ、そしてスタン、またしてもセロスステップによってわけだ今度はセロス選手がアルティメットを使わせましたかトップレーン崩れないですね。サイドレーン出た時のハイマーディンガーはやはりもろさといったところを発揮するんですが、非常にうまくコントロールしています。 USG がちょっと崩すことをずっと狙ってるんですが崩しきれてないですね。さらにはそこにガンゴー選手とエンチ選手が絡めてないというところも大きいですね。ちょっとダメですよ、あれだけスタン避けるのは。当たらないですねE が当たったところちょっとこの試合見れてないですね。セロ選手のフラッシュがこの試合ずっと落ちてないですからね。というよりもバリアすら落ちてないですか。バリアは使ってないですね。タッスルがずっとトップサイドのカバーに入っています。トップタワーを壊したがっているのは USG。 それに対してデトネーションオーカスミーはとにかく守りの姿勢、徹底的にスティールがカバーに向かって、その間にユタポンはしっかりとジャングルの中のモンスターをクリープしています。ここでユタポン選手がいないという情報がないので、続けてプレッシャーかけ続けることができないですね。さらにはエビ選手がしっかりとボットプレッシャーかけてますから、セカンドターンを放置してしまうと破壊されてしまうということで動けないですよね。25分で310シースです。ちょっとガンゴー選手とてつもない、こういったところでウルフも勝ってますから、そういったところの影響ではあると思うんですが、そんな中でタス選手がファン負けてないのもすごいですけどね。120ユタファンも25分で300に到達そうです。さあワードをしていたビビットに対してプレッシャー、ただほとんどのスキルを避けて、そしてビビットは生還します。ビビット選手クレンズを今選択してますから、ああいったところでディープワードを置いた時に捕まってしまう可能性を考えてのサマースプレーの選択効いてますね。さあゆったりとして展開ではありますが、 USG がグローバルゴールド逆転しています。ユタポン選手がこれサードアイテムゾーニャですか、バックライン飛び込んでいくことを警戒狙っているというところもありますね。デスキャップではないんですね。そのようですね。デスキャップダメージ上でいうとデスキャップの方がやはりかなり出ますが、集団戦でのリスクを考えて飛び込んだ時もしくは飛び込まれた時のカバーですね。そしてガーディアンエンジェルが完成しましたよ。 USG 集団戦がしたい時間帯じゃないですか。これはずっと下がってますが、ただガンゴ選手とエンディ選手の動きというのをフォーカス面はかなり警戒してますからね。ただバロン周辺の視界はうまく消しました USG。 一つだけワードが残ってはいますが、ここでビビット選手のタムケンチがずっと効いてますね。本来であれば今後 USG としてはトップレーンプレッシャーをかけてダイブのセットアップしていきたいところなんですが、こういった形で先にミッドプッシュしてという形ができてますからね。しかしビビット選手のタムケンチがすぐさまカバーできるので動けないと。さらにタムゲンジのプレッシャーをトップサイドだけじゃなくてボットサイドに使うためにもエビ選手がかなりずっとプッシュしてるんですよね。そこもあってかなり USG としては選択肢が動かす選択肢が取れないですね。
ですからミッド周辺で捕まえると、ビビット選手が使うタムケンチのアルティメットが生かされないポジションで戦うというのを狙ってはいるんですが、捕まらないんですよね。そうなんですよね。さらにクレンドも持ってますからね。もう一度パンチ、もう一つ殴る対象がないとノーカップにはなりません。先ほどからミッドの入り口周辺、先ほどからずっとここの辺りのワード USG をコントロールしていて、でそのままトップレーンとプレッシャーを続けたいところなんですが、続けられてないですからね。さあただウェーブクリアかなり速くなりました。そしてトップへ、この動きがしたかったんですよね。したかったですね。ただそこもスティールがカバーしています。そして入ってくればというようなシーン。ダブルを使った後クールダウンになった。スライムジャンプは一度キャンセル。そしてトップタワーを狙っています。いやーこれもイタボン選手とビビット選手のカバーが間に合うのが確定しているので、 UC としてはやはりダイブのセットアップができないですね。そして本来であればここミッドレーンのところをあらかじめアパメン選手がプッシュして、よりミッドレーンのプレッシャーを生み出していきたいところ、イタポン選手をミッドレーンで剥がしたいところなんですが、エビ選手がボットレーンをずっとプッシュしているのでアパメン選手が動けないんですよね。アパメンが 1v1 で勝つ必要がある。そうなりますね。本来であればもうすでにアパメン選手が使うガンプランクは9に対してダメージを取ると勝てるはずなんですが、ちょっと仕掛けられないレベルのアドバンテージエビ選手できてますし、フリートフットワークが生きてますかね。そしてコントロールワードを大量にフォーカスに買いました。なんかこういった戦い方ワールドでありましたよね。ありましたね。去年の、 あの仕掛けるタイミングになるとコントロールワードを大量に買うチームがありましたね。まあ、あとは、まあ、リフトライバルでもありましたね。ありましたね。これも動かす気満々ですよね。なんといってもイタボン選手がこうやって3つ完成しましたし、一気にスピードが上がります。こういう展開の時に集団戦が立て続けに2つ3つと発生する可能性が非常に高い、そういったタイミングです。お互いのコントロールワード、 USG のコントロールワードは残り3つ。これで残り2つ、バロンを触ってベースするような動きでした。それでもまだバロンにこだわりますか。オーシャンドレイク2つ目フォーカスに取れるとこういった睨みはかなり楽になりますが、こだわっていいんじゃないですか。こだわってますね。さあ、いった、入った、メガラアパメンフラッシュアウト、そしてナイスランタン。ただテレポートを使用しますガリアル。まずは1つ目の矢、ただそれに対して USG ガンゴを中心に陣形を組んでいます。取り返していってますね。ここはよく耐えましたね。耐えましたが、ただコントロールを破壊することはできませんでしたか。相手にリコールを見せたくないですね。やはりフォーカスミの構成はバロンが非常に速い構成なので、リコールされているところを確認されてしまうとスニークバロンという可能性が非常に高いですから、慎重にこのタイミングでリコールしなければならないと。そうですね、リコールしたがってますけどちょっとできないというような状況が続いてます ね。さあ壊して、そして触った、 USG が今度はバロンなしだ。ボットレーンには AB、 メガナゲージは半分になる。テレポートを使用した。さあどうする、 USG 反転か、タッスルは反転の判断だ。セロスは狙いに行った。そして入りのスティールですが、ここはエンディが止めている。さあそして魂のロゴからきっちり宿命の呼び声、そしてレッツバウンス、ただ前に出た。ここはガリアルをすぐさま倒して1ストレート。さあ人数差は4分4。そこからタッスルが入ってスナイパーチもう一度入ってる。ただ一斉オーケーが非常に邪魔。そしてアバメンがすごい位置に吹っ飛んだ。ただガンゴフリー、ダブルキルはガンゴ、まだ前に行く。エビを捉えることができるか、ステッパー、いや届かない、届かないが3キル獲得を USG。 もう一度ぶっ飛びスライム。さあここでユダモンがダメに倒すか。いやースキルショット、アパメンがボディブロックだ。この体力だとバロンを続けるというのは非常に難しいですが、 USG 集団戦勝ちましたね。勝ちましたね。いやこれ本当にスレッシュのアルティメットが刺さりましたね。
リプレイです。ちょっとセロス選手のポジションが浮いていた、良くなかった。ここを多数選手が逃しませんでしたね。そしてそれに合わせてエンディ選手がっていう選手を止めた、アルティメットで完全に前後分断したと。さらにガリアル選手もその分断のためがスペシャルアルティメットだけでは足りないということで自身を犠牲にして分断しましたね。ここでガングプランクではなくてガンゴ選手が使うカリスタを飛ばせていればフォーカスミーとしては逆転というのは十分あり得たんですが、アバメン選手が受けましたね。ポッピーのアルティメットですね。そうですね、守護者の鉄槌。これでテレポートのアドバンテージを USG を作り出しました。そして先ほどの集団戦を見てもそうですが、かなり USG やはりダメージが出ますし、これレボルさんが先ほどじゃあ言っていたボットレーンでリードを取ってアパメンがトミッドレーンに行かなくてはいけないと、これ逆になりますね。これができるようになった、できるようになりますね。そしてその猶予は約6分間、まあもうすでにクールダウン始まっていますから残り4分ということでしょう。ボットレーンをプッシュしアパメンミッドレーンへ、この動きですね。このなりますね。先ほどこのポジションを取っていた時はもっとエビ選手セカンドターン近くにポジションを取れていたんですが、もう取れないですからね。今体出そうとしましたがやめましたらしいですよね。触った、もう一度バロンダアンソルドスタッフゲーミング。アルティメットは全てある、ただガンゴのフラッシュはない。おっと遠い位置だ、これはなんとユタポンが遠い、ユタポンが遠い。この情報はただ USG 持っていない。さあまずは守護者の鉄槌、飛ばしたらタッスルだ。ただタッスルはスライムジャンプによってすぐさま戻ってこれる。バロンが一旦キャンセル、これでユタボンが合流する時間を稼ぎました。しかし USG はボットビッグウェブを作っている状況ですから、もう一度バロン周辺でのアクションを起こしてもいいですよね。今ポッピーのアルティメットはクールダウン、ただこれ時間かかりますよ。かかりますね。ですから2回目の時間長くするのかなという感じがしますが、さあもう一度睨み合い。ワードのスタックはセロスが3つ、そしてユタポンが2つ持っている。アンソルドスタッフゲーミングはエンティが持っている残り2個が、コントロールワード。お、見えてますか。触った、ただ見えている、見えています。これは完全に見えている。さあ当たりに行く、当たりに行くのは USD、 ただバロンが速い、あまりにも速い、あまりにも速い。慌ててガリアルフラッシュインでガルティメット外した、取った、当たった、ディセンターするな、バロン獲得。そこから集団競りだったが、エビのメガナーが3人に入っている。ただダンスルはストップ落ち、その間にもガンゴが暴れている。ガンゴにスキルショット当てたい、ただセロスはゾーンでアクティブ。さあガンゴのポジションは前に行った、ユタボンとの殴り合い。ただここもゾーンにはまだガンゴ VS ユタボン、どっちが勝つ、重要な重要な戦いはガンゴが取ってエース獲得。 USG なんとノーデッドでバロン獲得。タッスル素晴らしい。まだ終わらせない、まだ終わらせないという声が聞こえる。むしろゲームエンドが見えている。5人そしてバロンがあれば終わらせられる。1本そしてもう1本、さあもうワンゲームだ。3ゲーム目勝利したのはアンソールドスタッフゲーミングとなりました。いやー、綱渡りのような睨み合いの中でバロンを触って相手にテレポートを使わせるという動き素晴らしかったですね。そしてそこからテレポートのアドバンテージを生かして相手をバロン前にとどめさせて、さらにはスティール、紙一重ではありましたが見事でしたね。そして最後のガンゴですよ。見事でしたね。ずっとエビ選手が張り付こうとしてるんですよ。しかしカリスタの性能を生かしてカイトしきってカイトしきってナーのアルティメットでスタンを食らわないようなポジションをずっと維持していたので、もう味方に近づかせるためにそっちの方向に飛ばすしかなかったんですよね。カビドンが全く狙えなかったんですよね。なので本当にガンゴ選手は常にフリーのようなそういった状況でしたね。しかも一人ずつゾーニャゾーニャっていう形でそこで待つんじゃなくて、じゃあ奥に行く、じゃあ奥に行くよみたいな、まあ、あとは、ま、任せるよみたいな形でしたからね。かなり効いてましたね。いや、やはりインファーナードレイク2つを取れたというところ大きかったですね。そして一番これインファーナルドレイクが、まあ、影響力のある時間帯での集団戦ですよね。そうですね、それが整ってた中での動きでしたからね。
ガリア選手トップもそして対面もその選手もよく見てましたが、ここのところでスノーボールがエビ選手確定していた中でアパメン選手苦しい中でしたけど非常にうまく耐えてましたよね。ずっとレーンのコントロール、まあ、主導権は取られてはいたものの、その単純な1対1でナーにタワーを破壊されるというシーンはなかったんですよね。常にスティール選手がカバーポピーでプレッシャーをかけて、ヘラルドも使って、あとはボートへのファーストタワーも複数インでプレッシャーをかけてファーストタワー破壊されましたが、1対1の状況で確かに1回も渡してないんですよ。レーンのコントロールこそ渡してはいるんですけど、アパメン選手は非常にうまく耐えてましたよね。そういったところで隠れた流れでもアパメン選手は非常にこうゲームのペースをとどめる、相手にスノーボールさせないという点でうまく戦えていたのかなという感じがしますね。ちょっと隠れ MVP 的な、そうですね、そうなっていると思いますね。そのアパメ選手本来の動きとしては相手のテレポートを使わせてからのあの一連の動きだったと思うんですけど、うん、そんな苦しい状況の中でもこの動きですよね。ここよくテレポート使わせましたよね。さらには他人の2対1集団戦のところでも勝ってましたからね。これガリアル選手に対してスタンが入っていて、そこをスレッシュのアルティメットでゾーニングしていたのでポッピーの動きが全く機能していなかったんですね。ここを1のところでキルトレードを勝てたというのは本当に大きかったですね。いや、ただ最後のシーンですよ。そうですね、絶対最後の集団戦でしょ。見事でしたよ。あのずっとエビ選手がガンゴ選手に対して張り付こうとしてるんですよ。張り付けないんですよね。全く張り付けなかったですね。その集団戦じゃなかったらちょっと怒るぐらいの勢いですよね。そうですね、本当ですよいや本当にフローズンマレットもあってスローがついていて、回答しづらいはずだったんですけど、確かあれ移動速距離っていうのがその移動速度で変わるんでしたっけ。変わりましたから、スローがついているとステップの距離が短くなって張り付きやすくなるはずなんですけどね。本当に壁際のところで1対1に近い状況になってましたけど、これですよね。そうですね、まあ、カイサとハイマーディンガーファームの速さですよね。イレアのアルティメットも外れてしまったので苦しいかなと思ったんですがスティールしましたね。そしてここがアンゴ選手ずっと狙ってるんですけど、はい、もうスタンドポジション取れないんですよね。あ、壁ドンの距離絶対取られせないようにポジション取ってましたからね。どうしようもなかったですね。ここでユタボンが勝っていればっていうシーンでもありましたけれども、ガンゴは上回った。上回ってましたね。いやーでも意地というかそういうのがちょっと垣間見える、そういった試合でしたけれども、ブレイクダウン見てください、このブレイクダウン。睨み合いのところで、まあ、やはりハイマディンガーの存在というのは大きかった。あとやはりトップレーンの1対1でダメージを負けてないというのは大きいですよね。アルティメットを複数回使って AOE ダメージでダメージを稼いだというわけではなくて、睨み合いところで負けなかったというところですからね。この序盤に、まあ、1000ゴールドほど有利をデノレーションオーカスメが築いていて、ただスノーボールであれば右肩上がりになっていくはずが、その右肩上がりになってないっていうのがアパメンが耐えたからこそっていうところなんですよね。そうなりますね。さらにやはりボットレーンの2対2のところのパワースパイクの差というのも大きいですよね。返せよりもやはりカリスタ選手の方がパワースパイクが速くて、はい、もちろんタムケンチのプレッシャーによって本来の USG の狙いのゲームのテンポの速さといったところはできませんでしたが、一方でフォーカスミーのスノーボールというのもさせなかったというところが大きかったですね。このゲーム3に来てかなりドラフトを変化させたことによってデトネーションフォーカスミーの戦術というのを上回りました USG。 これはちょっと4ゲーム目カズータコーチそしてラフイコーチの頭脳戦のドラフト本当に楽しみです。また必ず変化するはずですからね、その変化がどうなるのか本当に楽しみですね。ぜひとも解説よろしくお願いいたします。頑張りますそれではインターバルです。それでは一旦失礼いたします。